みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほとリリリーシュ。はい、というわけで今回はね、録音した音声だけでテーマやってみたということで、こちらね、いろんな YouTuber 方さんがやっていたと思うんですけど、本当にその言葉通りで録音した音声だけで電話をするっていう企画なんですけど、相手を誰にするかなんですね。はいはい。で、多分 YouTuber 方さんにやっちゃうと一瞬でバレるかなと思いまして、はいはい思いまして、はいはい、ということで私の今回友達を、うん、友達をドッキリというか電話していきたいと思います。はい。ということで、友達っていうのは幼稚園からの友達で、見てくれてるんですね、よく YouTube を。ということで今回はその子にちょっと電話かけたいなと思って、はい、やっていきたいと思います。はい、あとできたらバーバもやろっか。うん、チージとバーバ出るかわかんない、出るかわかんないけど、もしかしたらやろうかなと思います。チージ耳聞こえないかもしれない、ね、そう、今なんて言っただよね、うん、になっちゃうかもしれないけどあと電話にすら気づかないって人だからね、チージはね。はい、お友達もね、はい、出るかな。あー、確かに。見て、いきなり電話かけるからね、いない場合もあるよね。顔細くなった気になるんですか。気になる、あれも気になる。うん、気になるんだ。はい、じゃあしほちゃん、はい、何を録音したんですか。それを教えてください、1個ずつ。今回25個ぐらい。25個、結構多いですね。これ全部聞きます。全部聞かないとみんな何があるかわかんない。いいね。と、うん、と、うん、と、たっか、と、こんばんは。このこんばんはシリーズあるんですよこんばんはリミだよ。これリミだよがついたバージョンなんですけど、あともうなかったっけ。うん、リミだよあとリミだよだけとか、ちょっとリミだよバージョンあるんですけど、あと採点をお願いします。お願いあります。だよね。とじゃーんじゃーんじゃーんとごめん、ちょっとリミがちょっと白に襲われててちょっと切るわ、ごめん、バイバイ。とないかな。ないかな。私ないかな、2つ出てきて。ないかな私ごめんなさい、私ないかな2回録音しました。それ入れて25個。これ25個なんで、うん、まあ、じゃあ24個でいいんじゃない。そうだね、うん、どうこれ何これ、何て言ってんのこれ。ヒヒってリミが言ってて、ヒヒって言ってるの、ヒヒね。これ面白いかなと思って注意ついたんですよ。これへー、これへーって使えそうじゃないですか。使えますよね、これ絶対、うん、へー言えときました。次にやっほー、これリミの声なんです。でかくないですか。やっほー、でかいですよね、うん、あとこれリミがシロンに襲われてる声です。うん、本当に襲われてる。本当に襲われた時ね。今何してた、聞こえたかな。今何してた？これも使おうと思います。何してましたか？最近さ、面白いことあった？なーい。リミが今から歌聴かせたいって言うから、ちょっと聞いてて、お願いします。私はね終わり。うん、続きがあるのね。続きがあります、グレンゲの。じゃあそれさっき個数に入ってなかった。入ってなかった。じゃあ25個か、やっぱり。そうだね、うん、グレンゲに。どうしてゲーゲーしたいよ、どうしてないよ、じゃあ映画のちゃんもいいじゃん、そうやれるなら、あれはその悲しみよ。これ2番目。これ2番目、うん、で合計で25個と
いうわけで、え、なんか点採点はってなかった？採点はって言った。あ、言ったか。うん。それでその後、採点はって続けるための採点はなんだよね。そう、採点をお願いします。あ、これそのためにそれが入ってる。そう、そのためにそれがあるんですよ、うん、ちゃんと内容は多分頑張って作ってるんで、うん、いけるかなと思います。これ、ね、瞬時に対応できるかどうかだよね。だよね、そこが難しい。結構25個あるから、うん、どうだろう。まあ、頑張りたいと思います。じゃあ電話してみる。うん、リミ絶対喋っちゃダメなんだからね。やだ。嫌じゃないよ、だってあれじゃん、録音してる意味なくなっちゃうから。絶対笑ってもダメなんだよ。頑張って、うん、頑張るよ、リミ。大丈夫かな、5時半。じゃあ電話かけるよ。スピーカーでいいよね。スピーカーで行きます。音出る、もっと大きく。出るかな、出ないかな。もしもし、今何してた？今何？あ、YouTube 見てたよ。へえ。どうしたの？最近さ、面白いことあった？何？最近さ、面白いことあった？いや、私はね、うん、ないかな。別になんもないけど、どうした？リミが今から歌聞かせたいって言うから、ちょっと聞いてて、お願いします。いいよ。僕は友達さん、電話しよっか。じゃあネタバレしよっか。全然疑ってなかったね。はーい、うん、もしもし、あのさ、今のちょっとドッキリで YouTube なって動画撮ってんの今。うん、今録音した声で電話っていう企画やってて。うん。気づいてた？気づいてた、ゆわちゃん。気づいてなかった。気づいてなかった。おお、すごい、すごい、全然。リミの歌声どうだった？ぶっちゃけ言うと。面白かった。面白かった。優しい。優しい。下手とかないの？下手とか。下手とかないけど、めっちゃ面白かった。優しい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 。もう一回流してみた。もう一回流すね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。バイバイ。優しい子でした。はい、優しいよね。優しいよね、うん、めっちゃ優しい。ということで出てくれましたね。出てくれました。ありがとうございます。本当にこれはガチで突撃なので、ね、ガチだよね。
今日朝に鬼滅の刃の話したんですよ。あ、そう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 ね。そうそう、お友達もなんかお友達ね、図工室なんだって。そう、漫画本ね、買ったみたいで。そう、買ったみたいで。うんうん、大成功じゃない。大成功でした。気づかなかったんだよ。気づかなかった。すごいね。いい出来だったね。いい出来だった。大丈夫大丈夫暴れないでよじゃあどうする、次ジージー。私ジージー持ってない。 LINE 交換してない。危ない。バーバはいる。じゃあバーバにする。バーバにしよう。バーバ対応できるかな。バーバいいの。うん、バーバはいる。あ、ママと同じやつだ。ほんとだ、ママと同じアイコン。ママと同じ。ママがあげたの。知らないアイコンなんだけど。ママがプレゼントしたら全く同じ。これ欲しい、これ欲しい、これ欲しい。ピコリ、もう切れてるわ。あ、じゃあ電話しちゃうよ。バーバ出るかな。次にバーバ電話したいと思います。はい、大丈夫かな、バーバ。大丈夫かな。大丈夫、それでね。お、出なそう。出ないかな。もしもし。しーちゃん。しーちゃん。今何してた？え？今何してた？お料理してたよ。へえ。お料理作ってたよ。へえ。してたよ。最近さ、面白いことあった？え？何？最近さ、面白いことあった？うん、面白いこと？面白いこと？うん。しーちゃん誰にかけてんの？ねえ、しーちゃん、しーちゃん、リミが今から歌聞かせたいって言うから、ちょっと何聞いてて。お願いします。僕は、うん、空ちゃん、空ちゃん、え、何何から電話しようか、うん、ごめんねって。いや、ママもちゃんと、うん、謝った、うん、もし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 、はいはい、ごめんね、ちょっと。何？ごめんね、動画の企画で録音した声だけで電話っていう。あ、そうなの。しーちゃんさ、うん、今日のリュックの中の見たよ。あ、ありがとう。いやいいね、ちょっと。あ、いいでしょ。うん、マスクとさ、くっついてるのいいね。あ、いいよね、あれ、目隠しのやつ。うん、はい、というわけでね、ちょっとね、物足りないっていうか、ちょっともうちょっとやりたいなと思ったので、ねん、もう一回ね、友達にかけたいと思います。あ、もう一回って言ってもまた違う友達なんですけど、学校の友達です、ね、これは、うん、幼馴染とかじゃなくて。ということで、今からかけていきたいと思います。どうですか？大丈夫、レミ、テンション上がってる。じゃあ、ということで、かけていきたいと思います。出るかな。もしもし。もしもし。どうしたの？今何してた？今ね、TikTok 見てた。へえ。しほちゃんは何してたの？私はね、うん、ないかな。確かしほちゃん
確か。うん、同じだね。最近さ、面白いことあった、うん、最近か、面白いことはないけど、鬼滅ライブ本当は昨日だったよね、確か。うん、伸びちゃってね、がっかりした。うん、リミが今から歌聞かせたいって言うから、ちょっと聞いてて、お願いします。わかった。謝んなくちゃ。優しい。もしもし。大丈夫だった？リミちゃん。あ、うん、大丈夫だった。あの、ごめん、ちょっと今 YouTube の企画で録音した声で電話っていう企画やってて、うんうん、あ、そうなの？うん、ちょっと声だけでいいから YouTube に出てもらえないかなと思って、今のちょっと使っていい？オッケー。あ、いいよいいよ。お母さんに確認。お母さんに確認してもらえる？気づいた？録音って。なんかピーってなってた気がする。録音だから。うん。あ、やっぱ鳴るんだね。聞こえるんだね。ちょっとだけなら聞こえる。本当。あー、やっぱそうなんだ。違和感感じた、ちょっと。ちょっとだけ感じた。あー。やっぱそうなんだ。でも一億点もありがとう。いえいえ、優しい。優しいって。え、だって上手だもん。おー、本当。めっちゃ。あれ、何言って、なんか変なの再生してるでしょ。トラブルが。あ、大丈夫、大丈夫。じゃあ、ありがとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとう。優しいね。本当に優しかった。うん。うん、え、ということで、今回もこれぐらいで大丈夫ですか？はい、さすがにもう3人行ったんで、もう1人とかいいですか？もういいじゃない？いいですか？はい。はい、ということで、今回はね、録音した声で電話してみたという企画をやってみました。はい、みんな優しかったね。はい、優しかった。お友達もね、友達ものすごく優しい。本当に私の友達めっちゃ優しい。本当に優しいと思います。ということでね、コロナが終わったらね、また遊びましょう。はい。ぜひ遊んでください。それでは、バイバーイ。バイバーイ。え、みんな優しかったね。久しぶりに会いたくなっちゃった。私声聞いたら。